前回は抗うつ薬の開発経緯についてやりました。今回は抗うつ薬の分類についてやっていきます。まず最も古い抗うつ薬である三環系抗うつ薬です。三環系抗うつ薬はベンゼン環を両端に含む環状構造体が薬剤分子中に3つあるので三環系抗うつ薬と呼ばれます。三環系抗うつ薬には抗ヒスタミン作用があり、このせいで眠気を醸し出します。また抗コリン作用もあるので口渇、便秘、認知機能低下、繊毛の危険があります。特に高齢者でこの危険が大きいので、厚生労働省の高齢者の医薬品適正使用の指針では三環系抗うつ薬は抗コリン作用を有する薬物の一覧に挙げられており、中止や減量を考慮するのが望ましいとされています。よってよほどの理由がない限り三環系抗うつ薬を高齢者に投与しないことが基本となります。日本で使用されている主な三環系抗うつ薬はイミプラミン、アミトリプチン、クロミプラミン、アモキサピンです。このうちクロミプラミンは静脈注射が可能なほぼ唯一の抗うつ薬です。次に四環系抗うつ薬です。四環系抗うつ薬はベンゼン環を両端に含む環状構造が薬剤分子中に4つあるので四環系抗うつ薬と呼ばれます。三環系抗うつ薬の副作用を軽減するために抗コリン作用が比較的少ない抗うつ薬として開発されました。しかし三環系抗うつ薬と同じく四環系抗うつ薬にも抗ヒスタミン作用があり、眠気を醸し出します。日本で使用されている主な四環系抗うつ薬はマプロチリン、ミアンセリン、セジプリンです。次に取り上げるのがシナプス間隙に放出される様々な神経伝達物質のうちセロトニンの再取り込みだけを特異的に阻害することによって抗うつ効果を発揮するのを目指して開発された選択的セロトニン再取り込み阻害薬、略して SSRI です。この薬は抗コリン作用が少ないので、その点だけは高齢者に使うのに有利です。ただし SSRI のうちパロキセシンだけは抗コリン作用があり、厚生労働省の高齢者の医薬品適正使用の指針で抗コリン作用を有する薬物の一覧に挙げられています。よってよほどの理由がない限りパロキセシンを高齢者に使わないのが基本です。日本で用いられている SSRI はフルボキサミン、パロキセチン、セルトラリン、S シタロプラムです。最後に SNRI です。 SNRI はシナプス間隙に放出される様々な神経伝達物質のうちセロトニンとノルアドレナリンの両方の再取り込みを阻害することで抗うつ効果を発揮するのを目指して開発された抗うつ薬です。この薬も抗コリン作用が少ないという点が期待されており、その点は高齢者へ使うのに有利です。日本で主に使用されている抗うつ薬の SNRI はミルナシプラン、デュロキセチン、ベンラファキシンです。このうちデュロキセチンは幅広い科で用いられています。というのもデュロキセチンは抗うつ薬としてのみならず痛みを止める薬としても使用されているからです。今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。次回からはその他の抗うつ薬、つまり三環系四環系 SSRI、SNRI に分類されないその他の抗うつ薬についてやっていきます。